こんにちは、柴田です。今回は1977年製造のジャパンヴィンテージをご紹介いたします。そう、1977年といえば私シーバードと同い年のギターになります。こちら、いわゆるジャパンヴィンテージですね。メーカーはアリプロ2。このロゴは有名ですね。アリアプロ2というと、まあ僕と同世代の方だったら、まあ90年代にギターをやっていると、結構ね、初心者セットみたいな感じで楽器屋に並んでたりしたので、割とお安めな感じのイメージがあるかと思うんですけれども、70年代後半はですね、非常に作りのいいコピーモデルを製造しております。というのもですね、こちらアリプロ2、70年代後半は、あの有名な松木が製造してるんですよ。松本木工ですね。あの不次元にギターの製造のノウハウを教えたとさえですね言われている、そちらで作られていたのがこの当時のアリアプロ2です。これね、持ってびっくり、なんとですね重量が5キロ超えです。結構ねびっくりするぐらいの重さですね。重量感を感じます。やっぱりね、木がしっかりと詰まってるなという感じはしますね。77年製造ということは、僕と同じ44歳になるギターなんですけれども、非常に綺麗、まあ、鳴らした感じの音はですね、やはりヴィンテージ寄りという風な感じで、ミッドハイがこう前面に出るような、なので枯れた感じのオーバードライブサウンドが非常に合うんじゃないかなと。ではではスペックを見ていきましょう。まずボディのトップですね、メイプルになっております。まあ、結構ねシンプルな感じのメイプルですね。ではブリッジ見ていきます。これね、ヤマハの SG とか SA でね使われているようなブリッジですね。ちょっと丸みがあります。そしてノブです。オールド感が満載ですね。そしてピックアップ、ハーフカバーがついてますね。指板はローズウッドなんですが、めちゃめちゃ綺麗です。すごいですよね。今はこんなローズはね使えないでしょうね。そしてヘッドですね、スタンダードと書いてあります。そしてボディ裏です。マホガニになっております。これね、裏2枚になって、横ねちょっと見てもらうと分かるんですけれども、これも2枚の層になってますね。ここでなので4枚のマホガニが組み合わされているという風な感じです。でネックもマホガニ、ペグはねオリジナルだと思うんですけれども、非常にいいです。質のいい感じのペグでございます。でここのね形が結構独特だなぁと、という感じでですね、77年当時5万円で売られていたギター、今の物価で言うとねどれぐらいなのかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、5万円でこのクオリティっていうのは今では考えられないですね。では音を鳴らしていきたいと思います。